はい、おはようございます。というわけで、ですね、今日は拡張パックの変幻の仮面が発売したんで、この動画でまあ2箱開けてみようと思います。久々の大型弾なんでね、まあ結構その環境変わるんじゃねえかっていうノリがありますと言いつつ、まあ実は多分みんなが診断出てから一番最初に使うのがレガシーエネを入れたルギアなんだろうけど、はい、じゃあまず1箱目、まあちょっと今回一応2箱開ける手ってか開けるつもりなんで、まあちょっと時間かかるとあれなんで3パックずつぐらい開けていきます。まあとりあえずそうだな、 EX だとまあとりあえずエーススペックはまずレガシーエネルギーと、まあポケモン回収サイクルのあたりが当たりっすね。もう一個なんだっけ、ミステリーボックスみたいなやつはまあとりあえず現状なんかクリムゾンヘイズの時もそうだったよな、なんか1パック目から出たよねあ、でもこれなんかね、 SR 見たんすけど、まあオーガポンって今回4種類あるじゃないですか、全部ね、SR のイラストはこれの違いみたいな、アングルが一緒っぽいんで、なんかこれで統一する人はいそうだな。はい、まあとりあえず緑のオーガポンの SR ですね、まあ、これのもう一段階用の SAR っていうのがあるんですが、はい、まあ出たらいいね。まああれっすねこれ言うとマジで出ないんだけど、とりあえず S スペックはまずそのミステリーボックス以外のがまあ2種類ちょっと欲しいかな、とりあえずね。早急にミステリーボックスに関してはまあまだ有効な使い道が、まあ現状まあ見て聞いてる感じはまああんま発見されてないっぽいんで、はいまあどうせなんかね、誰かがなんか使って強いリストを多分なんか1個か2個ぐらいあるんだろうけどね、はい、まあどうせ出てくると思います。これが、まあ、はい、緑のオガポンで、これの SR がこっちで、ダブルRがこっちですね。はい。まあ、EX は今回オガポンだけで、4種類、まあ、枠が食われてるんで、残りがドラパルトと、レントラあたりかな。まあ、ちょっと、強そうなのが。ドラパルト EX はね、まあ、結構なんか発売前からもう、まあ、なんちゅうか、研究されてる印象がありますね。まあ、進化元の1進化のドロンチも、まあ、結構、まあ、勝手にリードラベル特性持ってるんで、まあ、それもあって結構期待はされてそう。何で組むのがいいんだろうね。まあ、とりあえずみんな一番最初は、なんか、ロストとかその辺で組みそうですけどね。このアートレア今回一番好きなんだよな、雪目の子。これマジでなんか、怖いよな。このなんか、日本家屋的な、てか、怖顔これ今回のアートレアで一番好きっすね。はい。語彙力ないですけれど。これね、無色で鋼の120打点が出せるっていうポケモンなんで、一応ちょっと覚えておくといいかもしれない。もしかしたらいずれ役に立つ可能性が、まあ、ギリなくもないぐらい。で、あとトレーナーズはそうだな、まあなんかゼイユとかはとりあえずみんなルギアになんか1、2枚入れるところからスタートすんじゃねえかなって思うけど、どうなんでしょうね。ゼイユなんやかんや、まあその手札全部すり込まれて効果で先行いっためのを使えるんですけれど、どうだな、うわ、このチリンもいいね。このチリンも好きだわ。今回なんか、そうだな、アートレア結構なんか良さげなやつ多いっすね。はい。個人的にはシャリタツのアートレアとか出てくれると嬉しいんですけどさ、これね、これまあ、そう、ルギアにどうなんだろうね、入れるんでしょうか。まあ1枚ぐらいみんな入れそうっていう話は、まあ2回目か。いいか、その話は。あ、どんどん太鼓ね。ちょっとお祭り音のデッキはね、強そうですよ。バチンキーがやっぱさ、これ単一制限ないんでね、これ2匹ゾンビ、てか1匹まず立てるやん。そしたら、こいつが2匹目のバチンキー持ってきて、2匹目のバチンキーが3匹目のバチンキー持ってくるから、1ターン目でまず場にバチンキーがなんか大量発生するんだよね。で、まあ、その次のターンからは一生、まあなんだろう、欲しいカード持ってこれますみたいな。まあ結構強そうっすね。はい、羽ばたく神とかちょっと天敵っぽいけど。まあ、イルカマンもいましたね。はい、これは結構、まあなかなか面白いと思います。なんかその、デッキを組んで回してみたわけじゃないからさ、なんかめちゃくちゃ強いか強くないかとか、まあそんな言えないんだけど、なんか意外と悪くなさそうな気はする。タフが高いからね、やっぱ。HP 高いってのは正義なんで、はい。ワフーリンはこれ、まあ EX のデッキになんか1枚ぐらい入れると強いかもしれないですね。お茶出しの茶ですじゃなくて、クリムゾンヘイズのベンチバリアじゃない、なんかベンチでダメージ受けないやつの方が実はちょっと強いっていうね。はい、茶ですに関しては。まあ、この鬼の仮面はね、オーガポンのデッキを組むんだったら1、2枚入るんじゃねえかな。で、なんか、なんかしらサポートで持ってるのに、ジャミングとはちょっと偉いですね。こういう受け身のスタジアムってね、まあやっぱ、なかなか難しいんですけれど、やっぱ受け身のスタジアムはその相手が動くターンに割られちゃうとどうしようもないっていうところがあるんで、まあでもね、これと全く同じそのフラダイガボっていうカードが昔あったんですけれど、それも全然使われてたんで、まあこれもどうせ使われるでしょう。
まあ、でも割れなきゃは割れないで普通に妨害にはなるからね、当たり前だけれど、はい、大回転、大回転 EX みたいな、確かジムプロモで出ますね、新しく。あいつ強かったかな。あー、オッケーオッケーオッケー、よかった。エーススペック、レガシーエネルギーですね。オッケーオッケー、これまあなんか2枚ぐらい欲しいな。まあこれが今回のエーススペックの中だと、うん、一番いいでしょうってか、まあこれが欲しくてみんなね、はい。まあクリムゾンヘイズの時のアンフェアスタンプと一緒です。うん、何回もう一個の方もサバイブギプスか、あれも使われてる印象はあるんですが、これはまあとりあえずみんなルギアに入れるんじゃない。ルギア以外に入れても強いと思うけど。あー、よかったよかった、レガシーエネルギー、とりあえず新宮買いせずに済むな。はい、残りまあ12パックぐらいかな。あと EX が2枚ぐらいと、まあ SR が、まあこれ言ってて出た試しがないんですけれど、運がいいとあと1枚ぐらいありますと。あとはなんだろうな、なんかこのパックで言うこと、まあ多分なんかカードを見れば思い出すんだろうけれど、なんかありますかね。まあ多分レントラ EX か。レントラ EX はね、結構悪くなさそう。キチチビスのアートレアってことはあれか、マシマシラとイーメイユのアートレアもあんのか。まあありそうですね。まあたださ、パッケージにもなってるオーガポンがなんかこんなに枠食っといて、なんかそんなになんか実はあんま強くないんじゃねみたいな感じで言われてんの、かわいそうだよな。なんか次の段以降でまたなんか強化食えばいいですけどね、はい、このイルカマンを経由しないとこっちのイルカマンが出せないっていうね。まあただなんだっけ、なんか結構前に出たイルカマンがまあ一応覚醒みたいな技は持ってるんで、まあ基本的にそうね、ナミルカか、新カモトの新カモトはまあそっちになるんじゃねえかな。はい、行きましょう。まあ、ぜひユニバリだ。そうか、今回あれだね、なんか大体スカバイシリーズの大型弾って、いやまあそうでもないか、なんか2個、ま、2種類出ることが多いんですけれど、まあで黒煙とかもありましたね、全然、はい、あ、多分次の大型弾はまた2種類同時に出るんじゃないかな。お、ダブル R。 あ、オッケーオッケー、ドラバルト EX いいね、はい、これはまあみんなデッキ組むでしょう、とりあえず。これはね、まあ結構ね、どういうタイプで組むのが一番強いかっていうのは、まあ議論の余地がありまくるね、かなり。うん、まあ何で組んでも強そうなんだけど、そこのドローンチがね、偉いんよ、偵察指令ね。はい、手札も捨てずに毎ターン山の上から2枚見て1枚手札に超えると。偉いね、こいつは。単純にドラバルト EX を入れなくてもさ、なんか普通にコントロール系のデッキにドローンチだけ入れるみたいなデッキがありそうですね。昔なんかこれと同じ特性持ったエアメールっていうピジョンがいて、なんかそれがコントロールに使われてた覚えがあったんですけど、今エアメールのピジョン出たらやばいやろうな。ピジョット EX があって、まあハサチ持ってるからさとんでもないことになりそうだけれど、はい、一箱目がラスト。ああ、これはまあオガポンで組むなら、人がまあ草タイプので組むなら今後入るんじゃねえかな。はい、まああと2パックぐらいですね。まあさすがに何もないわけはなくて、はい、エントラ EX と、あ、まあうん、ちょっと欲しいところは一応出たかな。各 SR を除く発作はね、うん、なんか動画で、なんだっけ、考察動画でタッタも言ってましたけれど、まあ、ロストのデッキに1枚か2枚入れといて、最後に山掘り切るように使うと、まあ結構偉そうですね。8枚やっけ ?8 枚見れて3枚回収は偉いね。釣り竿、ミラージュゲート、プラミキャッチャーみたいなことできるんで、はい。まあ、一箱目はとりあえず、SR はまあ置いとくとして、レガシーに入れたんで、まあ良かったですね。えい、じゃあ、二箱目。はい、じゃあ、二箱目ね。まあ、一箱目でとりあえず、なんだっけ、レガシーエネルギー、まあ、最低限の目標は達したので、もう一枚欲しいね。うん。ポケモン回収サイクロンとかは別に、まあ、あるんで、最悪、押し入れから引っ張り出してきたらあるんで、あ、炎のオーガポン。これはまだ出てなかったっすね。まあ、これもなんかね、どうだろうな。まあ、水とか塔タイプほどじゃないけど、まあ、出張しようと思えばできる。まあ、でも、こいつはどっちかっていうと、主な使い道は、緑オーガポンのデッキに入る1枚って感じにはなるような気がするな、ヒードランね。このヒードランはね、なんだっけ、鋼の青天井なんで、ちょっとメタルメーカーで使うには若干今心もとないんだけど、エネルギートラッシュしたりしね。なんか、セグレイブの鋼版、手札から鋼エネルギー無限につけられますみたいな特性が出てくると、こいつは大いに選択肢になり得る。やっぱ、冷え区で相手のね、EX を取れる可能性があるっていうのはね、本当に大きいんで、うん。まあまあ、今後に期待の一枚ですね。現状ちょっと渋いけど。って感じ。そう、なんか、レビューの動画で触れてなかったような気がするんだけど、あ、コドラのアートレアとかあるんだ。かわいい。なんか3世代、まあ割と、3世代割と好きなんで。まあ、ボスコドラも子供の時は結構好きでしたね。はい、ちょっとカメラ止まったんですけど、続きやっていきます。このカメラはね、非常に熱に弱いんですよね。
なんかね、だから冬とかでもね、全然冷房効かせとってたりしますね、対戦道が。対戦っていうのみんなごめん。で、陶タイプのオーガポンが、これはね、そう、あの、水タイプのオーガポンと並んで、まあ、いろんな敵に出張するんじゃないかな。相手の特性もしからダメージを受けないっていう。まあ、特性としては、うん、十分すぎるほど強いっすね。当然みんなこれが出たことで対策はするんだけれど、まあ、間違いなくめんどくさい一枚にはなるし、ただまあ、大会にいざ出るってなるとね、なんかその、結局、どの全部のデッキを全方面対策できるわけじゃないんで、じゃあこの塔のオーガポン切るわ、みたいな話になって、まあ、当日塔のオーガポンに当たって粉砕されるみたいな人がまあ、続出するような予感がしますね。うん、まあこれは特にね、はい、意識されてないと特になんですけれども、まあ刺さる一枚です。意識されてても鬱陶しい。ん？あ、お祭り音とか。神市もアートレアあるんです。今回、てかまあ最近なんですけど、アートレア多いっすね。アートレアだとね、でもやっぱさっき、なんか、さっきも出たけど、出たんだっけな。雪目の子のアートレアが、結構個人的には、一番今回好きだな。なんか結構ね、ホラー映画かなっていうね。はい、前半ラスト3パックぐらいかな。とりあえずまだ EX、2枚だけか。A スペックも SR も、まあ、出ておらずと。シャリカツは強いっすね。エモンがこいつ逃げゼロなんだ。逃げゼロで、お互いが自分のベンチポケモンにもダメージなんか。まあでもなんかね、その自分のポケモンにダメ感が乗ってることに意味があるデッキとかだと、もしかしたら逃げゼロ兼、なんかダメージ調整兼、条件達成要因として、まあ全然、まあ入らなくも、なんかそういうデッキ、なんか相性がいいデッキはなんかありそう。そのうち出そうな感じはしますね。まあ種で逃げゼロっていうだけで、まあ、あの、腐っても腐らないんで、はい、まあエレキッドしかりね。お、エーススペックだ。レガシーエネがいいな。あー、オッケーオッケー、よっしゃ、レガシーエネルギー2枚売れた。あ、一番嬉しいわ。ラッキー。いいね、ミステリーブは、まあ、これでミステリーボックスがね、なんか意味不明な、なんかめちゃくちゃ強い使い方発見されてね、あの、高騰したりしたら、あの、持ってないんで困るんですけれど。現状、レガシーエネルギーの2枚目が一番嬉しいですね。逆に言うと、ポケモン回収サイクルは、まあ、なんかシングル買いするなり、あの、押し入れから引っ張り出してくるなりの作業が必要になるのが若干めんどくさいんだけど、いや、いいや、そんなことは。よしよしよし、いいぞ。レガシーエネルギー、まあ、ルギア以外にも何でも入るんでね。はい、キチチギっす。これはなんか、さっきも出たような気がするな。どれ出たっけ、あの、チンピラ3人集、ちょっと覚えてないけど、ユンゲラーね。なんか、あの、ね、わだかまりが溶けてから、なんか、鬼のようにカード化されますね。まあ実際今回の診断、あの、このパックに入ってるフーディンもね、あの、フーディン EX 自体とも相性は悪くないんで、はい、まあ、フーディンはこれからもカード化されていくことになるでしょう。非常に嬉しいことです。あと9パックかな。SR まだ来てないよ。SR まだ来てないよ。怖くなってきたわ。なんだっけ、1箱目何入れたんだっけ、あれか。緑のオーガポンか。まあ、そうだな。まあまあ、そうだな。あ、はいはい、そう、これの SR 型なんですよね。あ、なんか EX オーガポン3種類出てるんだけど。あとは、水が出たらコンプリートか。まあなんか別に水出てほしいとも思わないけど。今回ね、やばいっすからね、冷静に、まあ、なんか、まあ、カード名、カードとしては違うけどさ、単純に1匹のポケモンで EX のあと4種類取ってますからね。やべえよ、オーガポン。はい、いきます。まあでもそうだよな、テラスタルによってやっぱ見た目もタイプも変わるから、まあカード名変えざるを得ないよな。はい。まあそうじゃないと醍醐味もないしね、タイプが変わるっていう。これはいや、はいはい、雪目の子。リテスクと割はちょっと面白いかもしれないですね。これなんか4、3匹の日立てるときとかちょっとめんどくさそう。そろそろか？あ、レントライ X いいっすね。残念ながら水オーガポンであります。まあもう1枚ぐらい出る可能性あるけど。まあ、レントラ EX 普通に被ったの嬉しいな。お、すげえ、この3パックの中に SR ある。いや、SR あるとは言ってない。ちょ、もしかしてこれさ、SR なしはこう、遭遇できるか、ワンチャン。あの、俺まださ、この SR1 枚確定の表記なくなってからさ、なんだかんだでも SR0、あー、ってことはなかったっすね。お、SR だ。よっ、あ、ゼイユだ。いいね。これ一応 SAR もあるんですけれど、まあ、ゼイユは、悪くないっすね。まあこれもなんか、とりあえずこいつルイヤにピン刺ししてみるかみたいなカードなんで、はい。まあエクストラだとまあさすがにやばそうっすね。はい。ゼイエが SR でした。まあこれね、SAR だとね、なんか、あの、なんかお祭りで、なんか振り向いて、はいみたいな感じで、なんか焼きそば渡してるイラストだった気がするんですけれど。よっ。まあとりあえず SR 出ましたよと。俺は最後レアかな。はい。オーガポンでした。
って感じっすね。はい、というわけで、とりあえず蓋を開けてみたんですけれども、エースペックレガシーエネルギーが2枚出て、とても嬉しいです。よかったー、マジで。レガシーエネルギーゼロだったら本当どうしようって思ったからね。まあとりあえずね、また新環境になったっていうところで、まあ対戦動画もちょくちょくタクトを取っていこうと思うんで、はい。まあまたそちらの動画でお会いしましょう。じゃあ、この辺で、バイバイ。